ただ足りないから消費税を上げるっていうのは、これ本当に浅はかなやり方で、消費税なんてのは絶対実はあってはいけない税制なんです。これ上げるか下げ、下げるかじゃない、なくて、そもそも絶対にかけてはいけない税制なんです。何を言ってるかというと、自分で汗水垂らして何かを作り出して働くよりも、株とかお金を右から左に流して儲けた方が得ですよ。だから皆さんそうしてくださいっていうメッセージを、今の税制は皆さんに発してるんです。もし分かりました。じゃあそうしましょうってことで、みんなが株式の売買を始めたら何が起きるか。この国は滅びます。なんでかっていうと、何にも作り出さないからみんなが。で、こんなことをやるとね、何が起きるかっていうと、海外投資家が裸足で逃げ出します。いいんですよ、別に。海外投資家日本にいらないんだから。需要が追いついてないんです。なんでかっていうと、皆さんが使うお金がないから。今までの古いしきたり、古い考えに従って、税金集めなきゃいけない、先に。みんな貯金しなきゃいけない。2000万貯金しろとか言ってますよ。そんなことしたらとんでもないです。需要が思いっきり下がっちゃう。供給能力も余ってるのに。今ね、完璧にひっくり返さなきゃいけないんです。今、お金は絶対集めちゃいけない。税金も本当は集めちゃいけない。貯金なんかしちゃいけないです。先にお金をみんな配るんです。価値を作れるチャンスがあるのに、お金がないからできないんです。例えばね、介護産業をこれからうんとやんなきゃいけない。そこで働きたい若者たちもいっぱいいるのに、給料が安すぎて、そこの業界に行けないんですよね。需要もあるし、あんだけやりたい若者たちもいっぱいいるのに、金がないからできない。頭おかしいんですよ。でね、なんでこんなことになってるかって、我々がずっとお金で考え続けてるから、本質を失っちゃうんです。お金がないからできない。お金ができない、はっきり言ってお金ができなくて、お金がなくてできないことなんて何もないです、人間は。